投資系 YouTuber のラジオエジです。今日5月12日金曜日、日経平均終わりには29,388円、263円高、2円高、2円高でした。やや大きく上昇していけましたね。えー、今日は943に NTT の決算が発表されまして、決算はまあ堅調だったんですが、 なんと、1対25の株式分割を行うという発表がありました。なんじゃそれということで、市場が騒然としております。まあ、NTT の株価が今4000円ぐらいなんですけど、これが150円ぐらいになるっていうことで、まあ一般に株が安い銘柄っていうのは、経営が危なかったりするわけですが、150円といえばそのレベルですからね。 えー、あの天下の NTT が25分割、そして株価100円台っていうのはどういうことなんだろうということで、ちょっと市場はびっくりして株が下げたわけなんですけどね。この後どうなるんでしょうか。えー、今日は5月12日金曜日、えー、時刻は17時25分を回りました。ラジオアジの夜トレイ <music> この夜トレでは、当日の終値に,に基づく日経平均の売買シグナル、日本株個別銘柄の買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄をお伝えしてまいります。そして皆様からのお便りをご紹介し、ご質問ご相談にもお答えしてまいります。週末の今日はやや長い動画になると思います。いつも長えよって言われるかもしれないけどねえ。動画の情報は参考に留めていただき、最終的な投資判断、 自己責任で行ってください。ご覧の注意をよくお読みいただいた上で、自己責任で投資をしてくださいね。皆様からのお便りは、えー、投稿フォーム h t、ps. t p s ドット投資塾ドットインフォの投稿フォームから、これ、投資塾と読みます。10419は投資塾です。えー、そして、えー、直メール m h ラジオ i ジドットコムでも OK です。メールをいただければご紹介。 できる限りしてまいります。今日のテーマです。5月12日金曜日ですが、株投資頑張ってもなかなか勝てない理由。株投資頑張ってもなかなか勝てない理由。ということでお届けしてまいりたいと思いますが、今日はね皆様からいただいたメール5通ぐらい紹介しながらお話ししてまいります。 今日は特になんか、えー、雑談のネタを考えておりませんが。<laughs> 雑談のネタがないのかよって。ああ、そう、今日ね、あの、だからこう、これインスタントコーヒー、タカがインスタントコーヒーなんですよ。<laughs> もういいよって言われますん、知らないけど、これ。これタカがインスタントコーヒーで、で、これ、今日ね、あと13本ぐらいしかないっていう。それで、今日はメルカリでもらったこの、えー、ネスカフェのゴールドブレンドの香り、 華やぐレギュラーセルブルコーヒーというやつ。これを、これでちょっと朝インスタントコーヒーを作って飲んでみました。そしたら、まずってなって <laughs>、慣れてないんだよね。で、まずってなって、パンを食べるんですけど朝。パンが食べられなくなって、パンを残しました。はい。なかなかそういう珍しいんですけど。だからちょっとね、困ってるんだよね。 このコーヒーはいろんなインスタントコーヒーを散々試飲しまして、高いものも安いものもいろいろ飲んでみて、それでこれに決まったっていう経緯が話したね。<laughs> ありまして。それでした。これがなくなっちゃったら困るんだよね。だから、まあ、UCC と、えー、まあ、タイアップをして、えー、これからまあ、ラジオエジコーヒーということで、えー、再発売をしていただいて、えー、このチャンネルでね、 このインスタントコーヒーを売っていったらどうかっていうふうに考えてるんですけど、無理だよ。<laughs> こんな小さいチャンネルじゃ無理だ。無理なんだけどね。それぐらいちょっと、えー、思っているわけなんですけどね。さて、今日の日経平均。ね、お前のインスタントコーヒーなんどうでもいいよって言われると思うんですけど、されどインスタントコーヒーなんですよ。だから、ちゃんとね、だから、えっと、前一時は、 ネスカフェの、それこそ何だっけな、あの、一つずつこう入れるやつ、機械買って、それも使ってたんですよね。あれ美味しかったです。だけどなかなかめんどくさいし、ね、一個あれば一杯100円ぐらいするのかななんか高いし、で、まあ、えー、値段はいいとしても、えー、めんどくさいんでね。で、えー、レギュラーコーヒーはなかなかめんどくさいんで、 え、本格的に入れるとなるとね、めんどくさいじゃないですか。で、ネスカフェなんかあるんだよね。かあの、カプセル式で結構本格的に入れてくれるやつが。だから、今回もしょうがないから何か考えていきますよ。もう、インスタントコーヒーのいいのがなくなったからね。なくなるからね。えー、で、えー、残念です。でもね。262円だが29,388円。えー、そして、買いシグナルが 27,700円まで上がりまして、今日の終値ベースでね。で、売りシグナルは3100円まで上がりまして、すげえことになってまいりました。ね。<noise> まあ、これまだ日経上がるのかなっていうね、感じですよね。で、月曜日に606銘柄かな。えー、あの、決算票がありまして、今日が、えー、1094銘柄。 まあだからね、ニュースチェックしてると、えー、今日のサプライズ決算はどれだみたいなやつで、もう読み、読み切れないぐらいサプライズ決算がうわーと出てまして。で、いい銘柄、良いいかった銘柄もね、たくさんあったみたいですけどね。だからまあ、そんな状況でして。えー、この後ね、どうなるかっていうことなんですが、まあ来週まだ606銘柄月曜日あって、今日は SQ でもあったんですが、 それで、決算終わり、FOMC 遠いし、雇用統計も遠いし、大きな指標は出ないから、さあ行けって感じになるのかもしれないしですけどね。ただまあ結構株価水準が高いから、売りも出るからね、どうなんだと思うけど、二万七7七百円の3万100円ということでね、そんなところまで上がってきました。チャートで確認しますと、日経平均ね、 えー、ちょっとパターンをローソク足だけで見てみましょうか。こんなんだよ。ローソク足だけで見ると。ねこ、こんな強いチャートになりまして。だから、よりはあまり強くなかったんだけど、ねもうこれ以上ないぐらいに強い動き。今日の予想レンジの29,400円の限界上、ギリギリまで来ましたね。月曜日の予想レンジですが、 さらに促進するのではないかと思っていまして、29,200円ぐらいから600円ぐらいまでの範囲で月曜日は動くのではないかと思います。多分ね、これぐらい強いんじゃない今日アメリカは多少落ちてもさ、昨日もアメリカ落ちたけど影響ないからね。今日経はもうだから独自で行くでって感じで。日経米弱、米経米弱日、日経アメリカ弱く日本に強いっていう状況ですからね。 まあ月曜日も行くんじゃねいかっていう感じですよ。えー、予想ろうそくなんですけど、まあ上にもは行くんじゃないかなと思います。で、上に行くんだけど、ちょっと上が潰れるかなーっていうね、こんな印象で見てますけどね。まあこれはね、こういうろうそく出たら次はこうなりやすいっていうね、まあ本当にレギュラームーブメントって僕よく言うけど、こう来ればこう来るしようみたいなね。そんな、えー、動きでこんな感じになるんじゃないかなと思いますね。 で、ここで今日の段階でも RSI がさ、9の RSI がさ、75を超えてきてる。で、これは最強波形でして、で、こう来て、で、もう1日こう来ますと、9の RSI と14の RSI が両方とも75オーバーフロー、オーバーしてきますから、こうなると最強波形で、さらなる上昇もあり得るっていう形になってくるんだよね。今ところこれぐらい上がっても大して上がってこないんだよね。9と14。もっと上がってこないと本格的な、 え、上昇相場にはならないんですけどね。で、過去に、すごい上昇相場だった時に、RSI の波形がどうなってるちょっと見てみますと、こういうところもね、こんな感じで RSI の波形が、9と14がこう、上に溢れてくると、その後ガーッとこう、で、売りシグナルが出て出て出てってこう、売りシグナルがね、日経の売りシグナルがずっと続くっていう、こういう場面もあった。これは2021年の8月から9月にかけてですね。こんな場面があったりとか、 あとは RSI がこうオーバーフローしてこうガーッと上がってきたときにはこう止まんなくなる。で、やっぱり売りシグナルがダダダってこうね、連続で日経平均出てくるっていうね。こういう相場がね、来るかもしれない。ここもそうですけど、ここはそんなに RSI が75オーバーフローしてないんだけど、だけど75オーバーとかより、寄り添い型ぐらいのところで、でも売りシグナルが連続で出て落ちなくなる。日経平均がね、落ちなくなるんですね。 で、こういうことが一回起こりますと、また連続でそういうような RSI が9と14がね、75オーバーするみたいな、こういうことが起こって、しばらく上昇が続くってこともあり得るということで、これはまあコロナの後ですからね、まあ、えー、ちょっと特殊な状況なんですけど、それでもここのところって30%の上昇が来た。7600円の上昇ということでね。これがね、日経平均の怖いところなんだよね。 だから、ね、えっと、オプションとかで、ね、やってる人も、今まではおとなしく動いてくれてたから、オプションもそんなに失敗はなかったと思うんですけど、この後ね、まあ、だから、7000円クラスの上下変動が来ますと、さすがに厳しいわけよ。え、オプションは割と安全ですけどね、7000円クラスの、7000円クラスの上下変動3000円ぐらいまではなんとかなると思うね。 7000円クラスの上下変動が来るとね、結構大変で、えー、負ける人も出てくると思うんですね。とか、負けるっていうか、オプションで負けるとまあ、本当に下手したら破産するからね、まあやり方によってはね。まあそれはオプションだけじゃなくて何でもそうですよ。で、日経平均の先物でもね、今までは結構おとなしく動いてたけど、この後下手したら7000円来るかもしれないっていうね、まあ来ないとは思うけどね、そんな動きが、 来たら、えらいことになりますよね。えー、だから、2万7千から3万4千まで上がるみたいな。それも短期間で2万7千から3万4千まで上がるみたいなことになってくると、ね、日経の売り当てた人は、もう、あかん。えー、オフションもね、オフションの売りやってるような人が、あ,あまあ、組み合わせて慎重にやっていけば、相当な相場でも乗り切れると思いますけど、えー あんまり、えー、ね、しっかりやって、やらない人は滅び,滅びるわけよ <laughs>。そういう、あるいはそういう時にね、まあ、えぇ、ー、どがどうなるか分かりませんけど、そういう、もしかしたら、すごい相場が来るかもしれないような、いや、来るって言ってるわけじゃないんですよ。ありえるっていうね。そんな、えー、状況もありえる。まあ、だって、理由なく来るわけよ。理由なく来るから、急騰急落はね、理由がある場合もありますけど、 その意味で、えー、あるかもしれないぐらいの、そんな感じで、まあ今イケイケムードになってきてると思いますね。で、えー、この日経平均は3万100円。これが、えー、上で、下がに万7700円。ここまで来ましたよっていうことなんでね。パネルでちょっと見ておきましょう。パネル。今日の割合がこちらです。 29, 2万9388円262円だかってことでね。これはああ262円とかいうこの一番下のところはさ、あの小数、小数数点以下を切り切れ下げ、繰り上げる、切り下げる、しゃにする、しないとかで変わってくる。で僕は日経平均は、ま、あ点何何まであるんですけど、えー、整数値しか見てないんで、小数点以下は見てないんでね。 2万9388円の262円だがっていうことです。5円目上がり、25円目も上がり、200円目も上がりで、全部平均値上がってる、えー。何も問題ないというか、もう上昇トレンド、竹縄みたいなね、そんな上昇しざかりみたいな、<laughs> すごい相場になりつつある感じなんだよね。3万100が売りシグナルです。 そして27,600、700円ですね。これが買いシグナルですね。ということで、えー、こんなところに売りシグナル、買いシグナルが遠くに出ている、えーあ。買いシグナルは遠い。売りシグナルはだいぶ近いというね。こんな感じ。買いシグナルが遠い。ね、遠くに出ている。売りシグナルにだいぶ接近してきた。3100だ,だから、あと700円ぐらいで売りシグナル。これは、 えー、5月中にもしかしたら3万100円あるかもしれないというような状況と思っていいんじゃないでしょうかね。あシグナルに接近してる。で、さっきも見ましたけど、えー、すごい強い相場が来た時にはシグナルが出てさらに上がってくんだよね。だからそういうようなことももしかしたらあるかもしれないぐらい今めっちゃんこ買われてます日本株ね。だから5000億円ぐらいの売りが出てるって言うけど今日こんな要請ぶったってるからね。 で、そんな売りは平気でこなしてるわけだから。要するに自動売買で2万9000超えてきたら売り、売り、売り、売りって売りがどんどん来るわけ。はい、ありがとう買ってきますよ。はい、ありがとう買いますよ。売りが出てくればありがとう買いますよ。ね。買いの勢いが強い場合は、売りが出てくればそれをこなしてか買,買って上がっていっちゃうわけで。今日のローソク日経平均見る限りは、ね、え S 級日ですけど。だから S 級日だから得意な動きになってることもあると思うんだよね。特別に強いっていうのもあると思うけど。 もう売りはもう全然問題なくどんどん食って、えー、300円ぐらい上がったっていうね。日経平均300円上がるのは、えー、割と最近は珍しいっていうかね、こんだけ上がれば結構大幅上昇って考えていいんじゃないこの日が365円上昇ね。これは3月29日。この日も割と大きいけど、えー、これは労働会社は大きいけど、74円。この日は大きく上がって337円ですね。 で、この日が結構上がって399円。だ300円台とかね、300円前後上がってきたっていうのは結構大きな上昇ということになりますんでね。まあ、その意味で今日久しぶりにね、強い日経平均を見たなという感じで。まあ、だけどね、今目の前強いとずっと強いっていうふうに連想するんですけど、そうとも限らないからね。である日突然ガラッと買っちゃうからなんだけど、今のところはさ、なんか、 落ちる要素があまり見当たらねえなって感じの、えー、つえ、つえなっていう相場になってますよ。だからまあ、日経平均、売りから入っている人は、ちょっと警戒感を持ってった方がいいかもしれないね。っていう話です。えー、5月12日金曜日の割値に,に基づく買いシグナルは、少なくて3696セルス、そして 4552JCR ファーマー、9119イ、e、ノカイウン、 5713芝浦メカ、え、芝、え、住友金属鉱山。芝浦6五9零この5銘柄です。この五銘柄だけです。回シグナルはね。は、えー、片や売りシグナルの方ですが、まず5銘柄は三アスタリスク40533864三菱精止3679次元7606ユナイテッドアローズ2 9 8零 s r i この5銘柄なんですが、えー、売りシグナルが点灯しているのは、なんと36銘柄ということで、とんでもない数の銘柄に売りシグナルが点灯しております。36銘柄だよ。<laughs> これは異常値というかね、だけど最近もう多いんだよね。ずーっと多い。もう何,、えー、何十銘柄っていう売りシグナルがね、連続点灯してるから、連続で出てきてるからね。これは、やっぱり、 ちょっとし久しぶりに来てるんじゃねえかっていうね、感じですよ。久しぶりに強い相場が来たっていう感じです。のでね、えぇ、ー、売りからは、もうすでに入ってる人とか、1 3 5な買ってる人とかは、ちょっと警戒しといた方がいいのかなと思いますけどね。うん。まあ、そんな、ちょっと見たことがないっていうか、最近にない、 えー、強い相場展開が来てるよ。っていうことになりますね。買いシグナル、売りシグナルで、売りシグナルの銘柄がさ、その今言ったみたいに36銘柄あるわけですけど、売りのチャートになっているのが、これが71あって、これで売りシグナルが36銘柄出てるんだよね。だからもう、もう強すぎて、 強い、めちゃくちゃ強い銘柄になるら、えー、2三協、あ、三強三協って読んじゃった。三強だね。4498、サイバートラスト、2138、クルーズ、サンスタリスク、三菱製紙次元、ユナイテッドアローズなど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 ,などね。ま、あこの辺で、会議率が日本産素でも20%超え、富士見インコーポレーティとあたりでも15%超え、 住友不動産とかね。北北が15%。で、15%超えが安藤狭間とか、このあたり15%超え。富士フィルムなども14。帰りが14え。帰りが10の上でもすごい。だけど、このあたり全部15へ、超え。ね。そりゃ、まあ、すごいもんですよ、これは。ね。 で、RSI も高い、帰りも高いっていうのが、こんなにあるわけよね。で、売りシグナル店頭銘柄が、えー、サンスタリスクはじめとして、三菱製紙、次元、ユナイテッド・アローズ、SRE、JMDC、ウッシー・オテクマト、インフロニア、日本産素、富士見・イン・コーポレーティと、東急不動産、住友不動産、ホク富士急、アンド・ハザマ、富士フィルム・ガンホー、ケイズ、KYB、ハウス食品3、三点ジャスト、ガス、星崎、 など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 ということで、だーっとこんだけ、トヨタも売りシグナルっていうことで、えー、多く出ております。まあ、売りシグナルがついてるのは、帰りも RSI も高いから、本来の意味としては、もうそんなに上がりませんよっていう意味ですよ。本来の意味はね。だけど、最近は売りシグナルがついてから、ユナイテッド・アローズもそうですし、 テクマトもそうですし、インフロニアもそうですけど、売りシグナルがついた後で、売りシグナル連続転倒で、さらに上がっていくものも散見されるということで、当たる場合もあるんだよ。売りシグナルで出て、すぐ落ちるっていうのもあるんですけど、3回ぐらい出て落ちるっていうのもあるしね。だけど、えー、こんな感じで、富士急なんかは上がり続ける、下げない。 えそして安藤狭間なんかももうこの辺から売りシグナル出ていてで今日は多分決算あってさらに良かったからっていうことで爆発してる <laughs> とんでもないことになってるわけねだから、えー、こういう強い相場の時っていうのは高いところに来てさらに上値を取っていくんで本当に売りやってる人は気をつけてほしいんでねだから今だから空売りやって焼かれてる人は非常に多いと思いますね空売り屋だからね強い相場で空売りやるとまあえらい目に合うですよね だから、気をつけてほしいと思いますけど、今更もう押せよって人もいるかもしれないけどね。だから、ないとは思うけど、過去に30%とかの日経平均の上昇があったことがありますよと。逆にだから、最大下がった時は短期間で7500円とか下が最近で言えばコロナの時にね、下がったと。で、この上がる時には短期間のうち割と7000ぐらい上がるということもあるので。 ね、それ考えるとね、3万4千円がね、日経平均あり得るっていうことなんで、そこまで行った時に大丈夫ですかって話で大丈夫なわけないと思うんですけどね。だからそういうこともあり得るぐらいのなんか、堅調な相場に見えるんでね。まあそこまで行かないと思いますよ。現実的にはまあ3万円ちょっとタッチしたら落ちると思うんだよ。行ったとしてもね、落ちると思うんですけど、まあ今のところそんな感じの恐怖感っていうかね、売り方さんにとっては恐怖の相場になっている。 待ってる人からしたらね、まだいける、まだいけるって、ね、高いところで買って、もう儲かるから。で、売るとまだ上がるから、しましまった、売って損した、ラジオエイジが売れって言ってたから売ったけど、損した、あの野郎って思ってる人もいっぱいいるの。だけど、あの野郎っていうか <laughs>、あの野郎って思ってもいいんだけど、テクニカル的には本当に高いから高いって言ってるだけです。別に開き直ってるだけでも何でもないけど、僕はテクニカルで え、チャートを読むね。テクニカルリーダーっていうか、テクニカルを読む人だから。で、テクニカル的には高いんだけど、いつも言ってますけど、テクニカルが高いときは二面性が相場には必ずあって、テクニカルが高いときは天井の意味もあるし、だけど、もっと行く場合があると、トレンドが出たらね。だから、だからどうしようもないんだよ。相場って。だから、テクニカルが高いところに来たら売、売っときゃ勝てるんだったら、もう苦労はないよ。 で、テクニカルが低い、安いんだったら、買えば、えー、絶対上がるんだったら、黒はないよ。だけど、テクニカルがめっちゃ低くなったところで、買ったら下にトレンドが出て、さらに下がる。テクニカルがめっちゃ強いから、売ったら、そっから上にトレンドが出て、さらに上がるってことはあるから、あるから困る。だから、頑張ってもなかなか勝てない。ねよ。今日ね。 あ美しい。あれこれタイトルコールやったよね <laughs> 頑張ってもなかなか勝てない理由っていうね、今日やってますね。タイトルコールやったよね。はい。ね、何回かね、取り直しとかやってるとね、どやったかやらないかわかんなくなっちゃうんだよね。はい。やったと思いますけど、タイトルコールやりましたね。はい。今日はだからこのテーマなんですけどね。頑張ってもなかなか勝てない理由なんですけど、 それはだからそういうねトレンドが出るっていうことがあるっていうのも一つのポイントでだから結局株式投資でも FX 投資でも何でもそうですけどあのこういう分野の投資は確実性はないんですよこれはもうねあのえっと株の関係の人たちねえっと証券会社系の人とかあとはそのみんなをこう乗せてそれで儲けるためには俺の教材を買えとか なんかそういう感じで、えー、イケイケでやってる人たちは絶対言わないことなんですけど、僕は言うけど、株式投資は確実ではない。投資ですよね。だから、絶対に儲かるっていう方法はないんですよ。で、どころか結構リスクがあるわけ。だから僕は、まあ、あの、滅多なことでやらない方がいいっていうわけですけどね。そういうこと言うと嫌われるけど、 であの株式投資やってる人たちはみんなイケイケが好きなのね。も儲かる儲かる儲ける儲けろって。えー、イケイケが好きなんだけど、だけど株式投資がじゃあ確実に儲かるって言えますか言えないよね。で、テクニカル見てれば割高割安はわかるけど、割高だからといって落ちるわけじゃなくて、さらにトレンドが出て上がっていくときもチャートが強くなるわけだから、ねこんなチャートが出て、 それでもこのピークなんだけど、そっからさらに上がっていくことがあることが怖いところで、それがだから、それがあるから、株式投資では確実に勝つことはできないと。だから、ね、えー、投資家によってはさ、株式投資はやめろと。あんなな、ね、ちゃんと勝てる投資ではないから、ああいう投資はやめた方がいいって言ってる人もいるわけですよ。そうじゃなくてもっとこういう投資をやった方がいいって。 やるんだったらね、もっと確実性の高い投資をやった方がいいっていう人もいるわけですからね。そんな意味でね、まあ、夢を、夢を語りたいですけど、できればね、夢を語りたいですけど、ね、確実性はないのでね、だからさらに上がる可能性もあるっていうことで、このあたりね、最近の動きを見てるとね、そういうのもあるので、まあ、えー、ぶち上がったやつは落ちると思うんだけどね、えー、あと、行政下退社もないのが、 あとは、チャートが弱いとか、まあ、付け足見てね、付け足のチャートがそれほど強くなくて、今こうやって冷やぶち上がってるみたいなチャートだったら、まあ、売りから入ってもいいかなっていうことで、付け足、週足、業績とか、えー、いろいろ見て、大したことないなって。で、自社株買いとかさ、増配とかあるとなかなか下げないから、あとは最近は PBR が低いやつも下げないから、ね、そういうあたりで大丈夫そうなやつをえりすぐりで、 売りから入ってもいいとは思うんですけどね。まあ、この電力株とかそんなに上がると思えないんだよな <laughs>。と思うんですけどね。まあ、そのあたりよく見て、えー、売りから入りたい方は売りから入ってみてください。この辺は売りシグナルですからね。買いシグナルは、えー、買いのチャートがこんなもんで、 会のチャートはこんなもんで、これは会のチャート。で、いシグナルが紹介した5つということになります。あと、えー、トリプル解析で見たときに、いシグナルになっているのは、富士通ゼネラルとケイブ。これは相当厳しく見た場合。トリプル解析の売りシグナルは、NAC、ネッツエサイとテルムそしてセコムということですね。この3つが、えー、トリプル解析の売りシグナルです。 あとね、ま、ああのー、ただ、ストーキャスの買いシグナルとかもね、多いからね、えー、売りシグナルとかもね、ストーキャスの買いだけちょっと見ておこうかな。えー、ストーキャスのの会は、ジ、えーニー、ゼネラル、TKP、ケイブ、イチゴオフィス、イヌイキセン、i イスペースマニー、HIS、キリン、トレジャーなどです。で、売りバーも、もう、どうしようもないでしもう多すぎて。 今、ストキャスの買い見てましたけど、ストキャスの売り場はもう多すぎてどうしようもない。だこんだけ売りが出てる出るってことは、相場が滅法強い。まだ行くかもしれないっていうところなんでね。ちょっとだから去年の、えー、ドル円のね、まだ行くのか、もう行かないだろう、ういや、まだ来たみたいなね、あれと似たような相場展開に日経がなってるからね。まあ,あんまり脅すわけじゃないですけど、 え、売りでやってる日経2 25 2のトレーダーさんとかね、オプションのトレーダーさんもね、今までは動きがちっちゃかったからいいんだけど、えー、予想外のでっかい動きが来るかもしれないからね。それは、ね、えー、気をつけないといけないんじゃないかなと思います。やばいと思ったら撤退すないいんだよね。で、やばいと思って撤退しないんだ。撤退したら、今ちょっと損するけど、えー、撤退するなら借金されるとか。 え、撤退したら儲けやないじゃないかとかね。そんな感じで撤退してない人も多いと思いますけど。だけど、危ないなって感じたら撤退する。できなかった僕は言ってるんで。<laughs> あの、去年のドル円の、あの、ね、めちゃめちゃな円安は危ないと思いましたよ。だけど、経験則的に、まあ、たかだか20年弱ですからね。経験則的に、こんなんは持たねえと思ったんだよね。 でまあ、終わってみればっていうかね、150円まで行って、日銀がさ、円外介入やってさ、あのタイミングがもうちょっと早ければとか、えー、黒田さんがもうちょっとイールドカーブコントロールの話をちょっと先にやってくれればとか、思うんだけどね。だったら助かったのにようと、<laughs> 思うんだけどさ。まあ、それもなかったわけですけど。そういう、なんていうかな、いろんなことが予想外の、とんでもないことが相場では起こる。 ねそれを防ぐことは誰にもできない。バケモンですからね。相場は,はね。バケモンがこう、ばっしている。そういう場所ですからね。バッコってしてます。ふふ脳のしのしと歩くみたいな意味だっけバッコね。すごい難しい漢字を書くんですけどね。はい。えー、そんな状況です。ので、皆さん、要注意。 さて、えー、今日は週末なので皆さんからのね、えー、メールを紹介していきたいと思います。まずはモテ男五郎さんからメールいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ様、どうもモテ男五郎です。笑いっていうのがいいですね。ニコっとね、えー。バフェット公開や決算で株式市場盛り上がってますね。バフェットは日本株評価しているものの、ワイ様が推奨されているように、 大きく売られた時に逆割りで買うタイプの投資家ですので、沢上投資か <laughs>。今上がっている銘柄を買うのはリスクありますね。沢上投資みたいな感じ。お恥ずかしい話ですが、沢上投資のコマーシャル面白いね。えー、なんか、あの、急騰急落にびっくりしている投資家の、ね、えー、それをコミカルに描いたコマーシャルやってますね。お恥ずかしい話ですが、最近になってチャールズ・エリスの 敗者のゲームという有名な書籍を読みました。私が気になった点を予約すると、株式相場、機関投資家が中心である。相場の指数はプロの動きの相場を示している。それがインデックスだ。個人投資家はプロを上回る成績を残すことは難しい。個人投資家は個別株を頻繁にトレードするより、インデックス指数に投資すべきだ。というものでした。僕もね、あの、よくお勧めしているのは、 1357と1570を交互に売買すればいいと。ね。で、えー、個別銘柄は材料が出るから怖いよっていうのはいつも言ってることです。これがやっぱりこの本にも書いてあるということでね。個別銘柄より1357、1570がいいんじゃないということで毎日日経平均の話をしているわけね。で、この間だからメールで日経平均の話は俺は興味がないからやめろっていうメールが来てました。あんなのはもう飛ばせ。<laughs> 飛ばせ。 雑談もするな。日経均の話もしなくていい。個別銘柄をももうちょっと絞っていえ。っていうふうな、いろいろメールクれエションいるんですけどね。えー、で、だけど、やっぱりインデックス投資、えー、225に対する投資は僕は有望だと思うんだよね。材料に振られないから。で、テクニカル的に非常に綺麗に動きやすい。それでも今回もしかしたらウィントレントが出るかもしれない。けどね。だけど割と、 綺麗に動きやすい。まあ、ここは賛同ですよね。あとはま、いろいろ思うことありますけどね。期間投資家だったら勝てるわけでもないです。期間投資家だったら勝てるわけでもないですね。ただ、期間投資家はインチキしますから。最近は特にね。その、いわゆる、ハイフリーク n ンシートレーニングとか言ってて、インチキしますからね。だから絶対勝てる必勝法があるわけだよ。それはだから細かく見ていったら、 絶対インチキなんだけど、そこは闇に葬られていて。で、えー、各国の証券監視、えー、組織も暗黙、なんていうかな、黙認してんだよね、えー。変なことやってんの知ってて黙認してんだよね。コンピューターの取引ね。千分の一でなんかやってるっていう。あんなもんインチキやってるに決まってんだけど、黙認してるの。なまあ、本当はプログラム全部出せ。 で、プログラム解析して、あ、これインチキやってんじゃないか。やめろって、これ逮捕するぞってやらなきゃいけないんだけど、そういうことしないで黙認してる。だから、怠慢ですよね。だ僕は、あの、えー、ずっと前、ちょっと前まで、えー、金融庁にお金500万円とか、残業に預けてね。で、えー、やってますよ。その、投資顧問業ってやつをね。で、やめたんですけど、 その辞めた理由には色々あるんですけど、まああの、いつも言ってますけど、財務局が気に入らなかった。そ <laughs> んなこと言うと,あとこれ、こういうことを言うとね、良くない、本当に。良くない。これは記録に残りますからね。で、えー、財務局さんに怒られる、あの、目つけられますとね、下手したら本当に吊るし上げられますから。<laughs> 本当に。でも、えー、気に入らなかったんですよ、本当にね。だけど、それは、えー、まあ、財務局さんも一生懸命やっていらっしゃる。 それはしょうがないかもしれないけど、いろいろとそういうね、不正とかが横行しているところが、やっぱり、ある意味、こっちもの話こっちもの話になっているところがあって、えー、にもかかわらず、意外と我々、投資助言業者は、えー、ね、ちょっと古代広告的な表現しただけでめっちゃ怒られたりとか、えー、いろいろあってですね。<laughs> これぐらいにしときましょう。えー、これぐらいにしときましょう。ね。お上は怖いからね。<laughs> お上ほど怖いものはないのでね。何よりも怖いので。すいませんでした。<laughs> あ財ザーム局の方お世話になりました。大変。本当にね、ザーム局の方にお世話になったんです、僕。で、すごい、あの、親身になって話を聞いてもらって。で、えー、いい面もたくさんありました。後半は。<laughs> 後半は <laughs>。 後半はあんまいいメイたくさんあったんですけどね。だから、あのー、だけど、ちょっとね、そういう意味で、まあ、あのー、はい、このぐらいにしときましょう <laughs>。ね、ということで。だからねで、個人投資家だから勝てないとか、プロだから勝てるってもんでもない。で、プロって何って言ったら、ね、だから今言ってるみたいな、だからプロは、やっぱりインチキしてるんですよ <laughs>。 だから、いろんなところでね。だ前ちょっと前でもほら、インサイダーで捕まったとかなんかやってないですか。だからね、証券会社の自己売買部門がね、怒られたって。ああいうことをやってて、あれ、出てくるのは氷山の一角だからね。だから、勝てるっていうのもあるわけよね。五郎さん、ごめんなさい。<laughs> 最近、インデックスやちょっとごめん、ね横、横道それすぎました。最近、インデックスではありませんが、 1489日経後配等50の ETF を買って保有しているのですが、個別株を買うよりもこの銘柄一本に絞った方が良かったのではないかと思い、ここ2年半の私の個別株の成績を振り返ってみました。米投資信託と長期保有がメインではあるのですが、2020年の10月頃から個別株のスイングトレードを始めております。トレードした個別株は1489の構成銘柄と被っております。 スイングの実績は2年半で利益率40%程度でした。これでもスイングの初心者にして株の才能があるのかもとうのぼれておりました。まあ、あの、ゴロンさんもすごく上手で、で、あの、うまくやっておられるんで、で、あの、すごいと思うんですよ。すごいと思うんですけど、僕はね、個人的にこの株の才能とかいうのは、僕はあまり、まあ、全然ないとは言,え言わないけど、 いくら気をつけてやっても、どんだけ研究しても、どっかで穴が開くっていうのが、株投資の怖いところだと僕は思っているんですよね。なので、えー、上手下手っていうのは、あるっちゃあるとは思うんですけど、僕はないかもしれないと思っていて、ねえー、どんな上手な人でもずーっと勝ち続けるのは難しいと僕は思っています。 なぜならば相手がランダムだからです。で、しかし大きな間違いでした。一4 8 9をその頃に買って今までホールドしていれば株価1.7倍70%の利益率だったのです。加えて年間3.4%の分配金も入ってきていました。えご存知のとおり私はせっかちでた手な性格なので、親様の推奨ラインよりも少し早く買ったり売ったりしてしまっております。しっかり持って買ったり売ったりすればよかったなき、 しかし、TF に負けていたとは非常にショックです。やっぱりプロには勝てないですね。それでは、写真部の皆様の素敵な写真も楽しみにしております。私も、もですよね。グラビアアイドルの撮影がしたい。勇気がいりますが、これからも配信楽しみにしております。モテ男とロということでね、いただきました。ゴロンさんいろいろ解析したり、分析したり、いろんな手法を研究して、一生懸命やっておられるんでね、すごいと思うんですけど、ただなかなかね、 えー、でこうやって結果論で考えた時には1489の方が良かったってことになったかもしれないですけどこれも結果論的な感覚だと僕は思っていてで本当に有利かどうかはわからないし、えー、確かにこの1489は有利な金融商品の一つだとは思いますけどそれでもね、えー、最近なんだよね後輩党がすごい生されているで書店行っても後輩党投資とかねそういう本が結構目につくのは最近ですよね ちょっと前までは貯金トレードみたいなブームでしたし。ね、僕が昔本を出した頃は自動売買ブームを僕は巻き起こしたんですよ。昔ね。自動売買の本を宝島社から出す。そしたら、それを事前にスタッチしたダイヤモンドが先に自動売買っていう言葉を使って、ムックを出してパクってきやがってみたいな。<laughs> ことがあったんだよね。まあ、自動売,売買っていう言葉に著作権もなければね、えー 商標登録もあるわけじゃないからだけど株の自動売買っていう言葉を最初に使って本を書いたのは僕だったんですよこれは紛れもなく出版を紐解いていく、まあ、あの歴史っていうかね出版業界のタイトルだったり著者だったりを見ていけば分かることで株の自動売買っていう言葉を使った最初の書籍を日本で出したのは僕ですからでそれで株の自動売買の元祖とか言われてで一時結構人気が出たんですけどね <laughs> 一時ね。だけど、まあ、その頃はそれがブーム。で、最近は今、その、後輩当銘柄だったよね。TPBR がテーマ。で、毎回テーマが変わってくるんですけど、なんでテーマが変わるかって言ったら、必勝法がないからですよ。ね。だからその時に、これはいけるっていう手法が、えー、順繰りに、えー、注目されるんですけど、結局必勝法がないから、必勝法ってどこだっけ ででぐぐぐぐるぐるぐるるぐるしてる錬金術みたいなもんですよね何かと何かを混ぜれば純金ができるかもしれないみたいな話でして純、えー、金ができることはないんですよねだから、えー、まあ、えー、研究してねいろいろ頑張っていけばあのある程度利益を出すことはできるんですけどやっぱり急騰と急落が来るんだよねで短期間に7000円下がると短期間に7000円上がるみたいなそういうことが来た時にひっくり返っちゃうんだよね だからそういう意味で、えー、そういったところを避けなきゃいけないんでね、だ急騰急落には本当にくれぐれも注意してほしいで。今回もしかしたら急騰が来るかもしれないっていうようなところがあるのでね、えー、だから五郎さんも確か、上がってきた時には日経225売ってますよね。で、これが今までは平地でうまく働いて、225が、えー、いいと高いところで売っとけば、それが下がってくれて、利益になったり平地になったりした。だけどこれが、もしかして3万4000まで行っちゃったらどうなんのって話ですよね。 そういうこともあるから気をつけてほしいなと思います。えもちろん、五のさんは本当に一生懸命研究されててね、すごい投資家だと思いますよ。あの、歴史は浅いかもしれないけど、研究熱心ですごく一生懸命いろいろ研究されて,て僕はすごいなと思うんです,ですよ。ですけどね、まあ本当にくれぐれも気をつけてやってほしいなと思います。僕はあまりグラビアアイドルの撮影したいとか思わないよな。<laughs> <laughs> あの、よくね、男性週刊誌とか、あの、ね、に、すごいあのグラビアが出てるじゃないですか。あれ、なんかな <laughs> 僕はどうも、あれは、何かなと思うね。ええ。そんなに、僕も写真はやりたいんだけど、今もだからね、えー、いいカメラを予約してるし、最近も今度はキヤノンからね、 ちょっと Vlog 用の5万円ぐらいのいいカメラがで出るっていうんで、あれもちょっと興味深く見てるんですけどね。これもでかくないから、これもあってもいいかなとかね、思って見てるんですけど、だけど、撮りたい対象は、えー、どっちかっちいうと、えー、雄大な景色だったりとか、<laughs> そっちの方に行っちゃうんだよね。あとは、なんていうかな、 僕が撮りたいのは、あんまり僕の撮った写真って今公開してないんですけど、僕の撮った写真ってね、結構面白いっていうかね、変な写真が多いんですよ。えー、例えば、まあ、これはまた見せます。僕のテイストがあるんですよ、写真にはね。だから、僕の写真ってちょっと変な写真を撮るんですね。それを、変な写真っていうのは、簡単に言うとね、人工物と、えー、景色、自然を、が、の対象を撮りたい。 だから、僕の撮る写真は、すごいラーメン屋さんの、えー、お店があって、その後ろに富士山がそ,そびえてるとかね。ある意味だから、あのアンコロモシさん的な写真を撮るんですよ、実は。で、アンコロモシさんの写真がね、変だとか僕ダメ出し,したりするけど、実は僕の写真ってアンコロモシさんの写真によく似ていて。<laughs> 似ているんですよ。で、人工物と自然が、えー、織り成す なんかそういう風景が好きなんだよね。あんまりグラビアに僕は興味がないんですけど。えー、なんかね、向水さんもグラビア撮りたい。ゴロンさんもね、グラビア撮りたいっていうことだそうです。ーね。NTT ばあちゃんじいちゃん登場。ゴロンさんありがとうございます。ということで、まあ僕も投資について語れ,ればまだまだ語りたいけど、だから、 ね、なかなかそのアマチュアが不利とかプロが有利ってんじゃなくて、株式投資そのものが、えー、確実性のない分野であるっていうことを認識した、した上で、暴落、暴頭さえなければ、なんとか,か稼いでいけるんだけど、暴落と暴頭額で、ね、よく本見るとね、暴落もこんな程度だから怖くないよとか言って書いてあるんだけど、なんの,の、なんの。そりゃ暴落怖いし、暴頭も怖いからね。 それさえなければなんとかなるんだけど、暴落暴頭トレンドがめっちゃ上に出る、めっちゃ下に出るっていうことが、もう何年に一回か来るからね。それでひっくり返されちゃうっていうのがあるんだよね。そこをね、十分気をつけていかなきゃいけない。なかなかね、気をつけても気をつけきれないですから。だって今度は、あの、今までにないトレンド出ますよって誰も教えてくれないから。で、今度は今までにないトレンドが下に出ますよ。 どんだけ落ちるかわかりませんよとかね。今度はどんだけ上がるかわかりませんよって誰も教えてくれなってからじゃないとわからない。<laughs> NTT ばあちゃんじいちゃん登場。横深い姉妹さんからメールいただきました。ラジオイさん。1週間お疲れ様でした。今日は偶然、今母を迎えに来ていて、楽しい一日になっています。ということで。えー、なんでかっていうと、禁煙すスじいちゃんが、長い長い船旅、本日有料、売却してコーヒーとサンドイッチをごって言す 美味しいコーヒー飲んでる。わーい、ランチ節約できました。ありがとう。本当に優しいガラッケーまだ使ってるおじいちゃんですよ。キエンスおじいちゃんね。えー、ラジオアイさんにも、えー、ウーバーイツで届けたいぐらい。<laughs> だそうです。いや、大丈夫、大丈夫。<laughs> ありがとうございますで。で、で、で、おめでとうございました。キエンスおじいちゃんを、キエンスおじいちゃんが、キエンス卒業したってことで、ね、えー、おめでとうございます。よかったですね。 ね自分がます。自分が縮は,はなかったですか大丈夫ですか、ねえー、ということで、エンスじいちゃんがね、キエンスじいちゃんが卒業したということで、大きなニュースですね。はい。えー、で、今日は売却して、コーヒー、サンドイッチをみんなに振る舞っている。<laughs> ね、ということで。で、キャノンばあちゃんが今度、大量に NTT 買いましたってうんでね、また言いつけられてますけど、 情報が入ってます。えー、大量に NTT を買って、しかも、キーエンスじいちゃんにも勧めたのか、キーエンスじいちゃんを真似したんだね。真似して NTT 買いましたんで、キャノンばあちゃんが NTT ばあちゃんになり、キーエンスじいちゃんも NTT じいちゃんになりましたんで、えー、今日の段階で NTT ばあちゃんと NTT じいちゃんが登場したということですね。はいえー、母が、そんなもん25分割でも関係に合わ。<laughs> 下がったらまたナ品で買い増ししたるわだいもう年取ってきたでね缶も2分取るで缶が…缶が…缶がね…キーエスみたいな配当少ない缶買って缶は…買って缶はっ,ってのは買ったらダメって意味ですけどわかりますね下がった時配当あったら何年でもモテるがねキャノンも二年ぐらい待っとったでしょう待っとったでしょうって、ね NTT 買いだがねーっていうふうに、キャノンばあちゃんが NTT ばあちゃんになったということでね。と言って、〇〇証券の電話サポートの方は、分割はまだ下がるから待った方がいいと、今たった今電話でおっ,おっしゃったのに、アドバイス聞かず4055円で大量に購入。これね、すげえ購入してると思うんだよね。 えー怖ーい、欲深い私たち姉妹は、何でも外替への証券会社のサポートの方が、任天堂でも何でも、最近は分割は下がるから、少し待って下がったら買った方がいいとアドバイスくれたのに、言うことを気遣ってしまった。何のために電話サポートに出ましたんでしょうか。ラジオネリムさん、NTT 今後まだ下がりますかあんたら、私が死んだら、兄弟で仲,仲良く株は分けやよと口癖のように言ってはくれてますが。 えー、大胆すぎる会で私たちは姉、ねえー、姉妹に残るかどうか。私も姉もドキドキです。ずっと <laughs>、ずっとこれをね、心配しておられるわけですね。NTT 解説聞きたいな、えー。毎日聞いてるから夜トレで読んでくれなくても全然大丈夫ですよ。ちょいちょい挟むラジオイさんのコメントで、あ、メール読んでくれてるんだ、と嬉しいです。ラジオイさん。ゆっくり週末過ごしてくださいね。欲深い姉妹さんからね。いただいてますけど、えー、NTT ね。 25分割。謎の25分割。なんじゃこれ。9 4 3二ね。なんじゃこれ。で、今日こう下がった。下がったところを、えー、NTT ばあちゃんたちは買った。ちょっと早くない <laughs> ち,ょちょっと早くなくなくないですか。テクニカル結構まあ高いですよ。まあ上昇トレンドだからね。それでこういう調整だから、まあ確かに、 えー、買いのポイントかもしれぬ。が、ね、ちょっと早くないですかと思うけどね。これはね、どうなるか。テクニカル的には、5MA サポートの上昇じゃないですかね。あ、25MA サポート。25MA サポートの上昇じゃないですかね。多分ね、テクニカルは。25MA からの、を、うん、割らずに、こうやって持ち直していくような動きになるんじゃないかと思うんですよね。 ね、確かに株価が150円になっちゃうっていうのは、NTT としては変だけど、変だね。でもこういう時代はこれから始まるかもわかんないですね。寝かさ株がなくなって、で、ユニクロの株が200円とかさ、<laughs> 100分割しますみたいな。ね、あるかもしれないですよ。25分割って。あ、うちはちょっと心配してるのは、25分割ソフト大丈夫かなと思ってん多分大丈夫だと思うんだけど、25分割、 ね、そう、今までにない分割幅だから、比率だから、えー、ソフトがね、このチャートリキはがちゃんと対応してくれるかなと思って、ちょっと心配してる。多分大丈夫だけどね。だからね、ちょっとそれは心配ですけど、基本的には上向いてるから、えー、今ちょっとびっくりして下げたけど、まあそんなにネガティブじゃないっていうことで上がっていくんじゃないですか。か証券会社困るじゃないですか。小口の取引が増えてね。 手数料がそんなに取れないだろうし、わかんないけど。下手したら手数料負けするかもしれないですね。証券会社によってはさ。だからまあどうなるかわかんないけど、そんな心配したことは確かにないとは思うんだよね。分割は昔は上昇の材料でした。最近はあんまり生えされないけどね。でも基本的には買いやすくなるから、悪い話ではない。まあ、より NTT 株が身近になるかもしれませんね。 基本的にはチャートはそんなに悪くないので、キーエスじいちゃん、キンエスばあちゃんには、まあまあ大丈夫な未来が待っているような気がします。けどね。またあの、えっ、ー、と、名古屋のそのじいちゃんばあちゃんたちが何を買ってるか売ってるかね、えー、買ってるかどうしてるかっていう、また欲深い姉妹さん、言いつけてください。言いつけ、いい。情を待ってます。あでも、キーエスじいちゃんがね、卒業したって言ったでかいな。 今日、ぶち、ぶち上がってましたからね、金ですね。ぶち上がりで売り抜けっていうのはなかなかうまいなと思うんですけどね。だからもちろんだから、ベテラン投資家さんだから、これぶち上がって、さらに上がる、今日金ですね。さらに上がる可能性があることも全然ご存知だと思うんですよ。だけど、えー、欲を欠かかずに、このぶち上がったところで、これ、ピークはピークだからね。ここで売っていくっていうのは、うまい売りだと思いますよ。まだ上がるかもしれませんけどね。それで承知で売ってるわけですよね。 まあそういうところがやっぱりうまい人のトレードかなと思います。ここで売れないんだよね。だから、ね、そのあたりは上手,か上手だなと思いますね。年の子 <laughs> <laughs>、えー。メールありがとうございました。えー、9519レノバについて、損切りできないマンさんからいただきました。ラジオアイ様。 50歳間近の会社員、孫義ライ大ンと申します。投資歴は3年ほどです。よろしくお願いいたします。いつも楽しく拝聴させていただいております。ラジオ様の動画と出会ってから、おかげさまで毎日トレードしたい病から解放されて、ここぞという時のみ構えられるようになりました。ありがとうございます。えー、よかったですね。さて、一昨日九9日にレノバ9519の決算がありました。その影響か、昨日は大きく下落。 本日の5月11日時点では小さな自立反発を見せております。今後の動向などご意見いただければと思いご連絡させてあげました。また直近で買い場がもしあればどのあたりなのか教えてください。例の場は、えー、去年、一、え、昨、ー、年5800円があって、その時買った100株を塩漬けで持っております。近々1500円ぐらいまで落ちてくるのであれば買い増しししようと思っています。どうぞよろしく。音楽活動を含め引き続きご活躍をお祈りいたします。 今年3月頃に三流81365800円100株売りで入りました。ごめんなさい。こちらも踏み上げられながらも耐えている状況です。株の売買とは買う前も買った後も忍ぶものなのですね。損切りできないわ。損切りできないということで。ね八81363両本当に僕はね、もうこんなん下がるじゃないかってだいぶ言ったからね。8136だからそれでやられた人は本当に申し訳ないです。えー、まあね 今少し上がり始めてますけどね。サンリオおこ。こんなのはって言っちゃあれですけどね。上がる理由がないっちゃないんだよね。えー、だけど、まあ、人気化しちゃってるんだね。落ちるときはコピドコ落ちると思いますけどね。っていうのも良くないね。<laughs> と思うんだよね。経験則的に。絶対そうなるとは限らないからな。で、それでまた持ってやられると困るから。 えー、僕の言葉に惑わされないように、えー、よく考えて判断してください。9519に関しては、レノバはね、付け足がこうであんまり良くない。レノバね。で、週足こうで、今あんまり良くない。まあ、安いは安いと。だけど、なんていうかな、この週足で、ここがやばい。この銘柄は、ここで終わった感があるんだよね <laughs>。いや、終わったって言ったら悪いけど、ここまでは、 えー、よく買われててここまで成長してたんだけどこの下落でもうこの銘柄は命運尽きた感があるでその後にちょっと持ち直しているんですけどやっぱダメだわっていう動きになってるんだよねその意味でそ下がっててトレンドを下向きでまだまだ下がる恐れもあるのであんまりこれに、えー、入れ込まない方がいいんじゃないかなと思うんだよねだから 難品する場合も同じ銘柄で難品して取り返す必要はなくって、えー、他のいい銘柄を買って利益が出たらその利益で、えー、高いところで買っちゃった銘柄を手締まってもいいわけですよね A 銘柄の損を A 銘柄で取り返す必要はなくって A 銘柄の損を B 銘柄で取り返してもいいわけですよね利益さえ出せばで相殺できるわけだからだからあまりにもその銘柄にこだわりしないと で、レノバで言ったら、今言ったみたいに、あんまりいいチャートではないので、えー、その意味でこれを一生懸命安いところ一生懸命拾う価値があるのかどうかっていうのはね、ちょっと疑問ですね。えー、あんまりいい銘柄じゃない。だってこの動きも弱すぎるよね。だから、それはどうかなと思うのでね。ね、えー、気をつけてください。あんまりこれを買いたいとは思えない。 そこ、ね、に来てるけど、這い上がってくれるのかどうか、ちょっと不安ですね。えー、ちょっと銘柄として、えー、終わっちゃったとは言え,言えないとは思うけど、ちょっと今のところね、この後挽回の、えー、目がね、見えてこない感じがしますね。そんなふうに思いますけどね、ちょっとまたご自身でも考えてみてください。 チャートが良くないですよね。例の場。タイトル、メッサー広がってる <laughs> マイチンからのメール。これ、1日前にいただきました。ワイジーのこんにちは、マイチンです。2日前のウルトレ見てたら、時、なんかワイジの元気ないかな、お疲れモードかな、と思ってたんだけど、ギャンジー様からのメールがなかったし、私も体調崩されてるのかな、と心配になりましたよ。 あの、今日は割とこう今夕刻にとってますけど割と元気なんですけど、えー、今ね、だ僕の生活って大体5時間ぐらい、寝、寝て5時間ぐらいで、起きたらあと寝るまで全力活動なんですよ。で、今は、えー、この時間帯にできるだけ動画をやっちゃっておいて、夜はもうしゅ超集中して音楽作ってんですね。で、それで疲れるんですね。<laughs> 当然。 だから、病的な感じではないんで、ただそういう疲労が、その出てる時に収録ってなったときに、ちょっと元気を出せないとがあるんですね。今日は珍しく、この夕刻に元気があるんだけどね。はい。ということなんで、まあ、まあ、動画やってる限りは大概大丈夫なんで、ちょっと元気ないなっていう時もあると思いますけど、はい。大丈夫ですよ。<laughs> 大丈夫ですよ。今日は元気ないからちょっと、 厳しいな。やるのやると心配されちゃうかなと思うときもあるんだけど、でも、決めたらやんなきゃいけないじゃないですか、YouTuber って。ね。でも、昨日は親父の声が元気と思ったら、ギャンジー様からのメールあったからかな、だからかなーって。確かにギャンジーからのメールがあると元気が出ます。<laughs> 出ます。ワイチンからのメールも元気出ます。てか、皆さんからのメール、本当に元気のもとです。はい。ギャンジー様、えー、親様が元気なくなるから、毎日メールをお願いしますね。 えー、ハートが投げられてますけどね。ギャンジーにね。えー、私、9日、ゴルフしながら、えー、携帯とにらめっこ、トヨタ上がってる。まだ上がる上がる。で、売った。300株全部まず、またガーズ売りました。おっしゃー。3万くらい負けたけど、まあ、これも勉強と開き直って。まあね、3万がなんじゃ。1億2000万売る女だから。<laughs> 年間にね、1億2000万、家電を売る。ね、家電ガールだからね。<laughs> 家電ガール っていう言葉。<laughs> どうなんだ。えー、で、開き直って、えー、昇仙密医100株買った。をちっと上がってる。どうなるのか。また動向を見守ります。ちょっと不安あり。商船三井がね、ちょっと元気なくなったからな。向こう水さんもメッサー、向こう水様もメッサ言ってくれた。嬉しいねー。えー、ボタンと、芍薬とボタン。写真見たけど、私もわからん。花はひまわりくらいしかわからん。僕もね、ひまわりとね、あとガーベラとね、レンゲとね <laughs>、 犬のふぐりとね。あとちょっと変わったところでは、踊り子草っていうあの草、野草はわかりますけどね。芍薬とボタンよくわからんな。<laughs> ね、えー、この間も家にちょっとあ、僕よく花買うんですけど、えー、つぼみで売ってた花があって、それを買ってきたんね。そしたら、えー、水に、花瓶に刺しておいたら、その花が咲いてきたんですけど、 どうも、尺薬かボタンかどっちかなんですよ。とうとう分かりません。たぶん、尺薬だと思うんだけどね、えー。そんな感じで。私も写真を送るね、メッサーむずいけど、ダメ出ししないっておやさんは言ってくれたから、えー、どの、どの言ってくれたから。ではまたメールしますね、毎日人より。はい。僕もね、変なあの写真しか撮ってないですから、大丈夫ですよ。ね。何かこう、 ユニークであれば。<laughs> ユニークであれば。で、ね、写真はまあみんな携帯で撮ると思いますけどね、僕も携帯で散々写真撮ったり動画撮ったりしたんだけど、やっぱりちょっと限界あるのかなっていうことでね、限界を超えるためにね、30万円の投資を <laughs> するわけですけどね。<laughs> おまけにこのちょっと今、そのキャノンから出た、えー、Vlog 用のカメラがね、ちょっと気になってるんだよどね、ちょっと調べてみ、えー、たいと思ってますけどね。今これからね、カメラ、 なんだよで今音楽作ってるんですけど音楽作ったらアップロードするのにやっぱり音楽動画がいるわけよでそれはいろいろ素材とか調べたけどやっぱり音楽作るのには音楽動画を作るためにはオリジナルのね、えー、動画素材が欲しいそのためには良い動画をカメラで撮りたいねで、えー、確かにだから動画撮ってるとグラビア写真は撮りたいと思わないけどあの 綺麗な女の子、若い女の子を、で、モデルやってくれる子がいたら、えー、その、若い女の子の写真とかは、写真とか動画は欲しい時はあるなぁとは思ってますけどね。まあ、えー、やっぱりわ、えー、若い女性、えー、あるいは女性って、やっぱり、ね、あの、花、写真とか動画撮るときって、まず花を撮る。そして、えー、その次にこう、カメラを向くのは、女性だよね。 どうしてもね。男性には向かない。カメラは。女性に向くんだよね。だから、その意味で、えー、女性を撮りたいと思うんですけどね。あの、そういう,う,いう動画で女性が登場するような動画は欲しいなと思うんですけどね。えー、まチンの写真がどんな写真かわかりませんが。家電の写真ですかそんなことはない。メダカの写真ですかまた楽しみにしてるので、送ってねー。 えー、いつも、メールありがとうございます。え、まいちんさん。まあ 1, 2,、まあ、僕のことも心配してくれて申し訳ないんですけど、ありがとうございます。だけど、えー、動画やってる限りは大概大丈夫で、本当に調子悪いときは動画休みますんでね。はい。ちょっとね、最近だからね、音楽でちょっと疲れちゃってて、で、だから、えー、まあね、どっかで、今月ね、えー、15日に休むことはないと思いますけど、22か29のね、月曜日に一回休むわ。それで、そうしないちょっと、 で、三連休もらって、ちょっとエネルギー充填するね、はい。昨日もね、夜遅くまでやってて、で、撮るじゃん、歌を。歌を撮る。して、えー、加工を加えたりして、えー、ね、いろいろ編集、編集っていうか修正していくんですよね。どうしたら一番、えー、綺麗な、いい音で聴けるかっていうことをいろいろやってるわけ。今、道具がいっぱいあるからね。 で、また、それ聞い,聞いて、直して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 聞いてってやってると、止まらんくなるの。<laughs> それで、夜が、あ、やべえ、こんな時間だ、やべえ、寝ろって寝るんだよね。で、寝るのが遅くなると、疲れて。あ、じゃあ、寝れなくて。で、また、それで疲れてっていう悪循環になっちゃうんだよね。えー、毎日もね、あの家電半売大変なんで、よく寝てますか。<laughs> 毎日はでも健康っぽいよね。 ゴルフ行って、みたいな感じでね。文面からもうピチピチ感が伝わってきますよね。えー、なんで、健康だと思いますけどね。う、ま、ち、あ、も気をつけてね。ね。えー、写真待ってます。まあ、あの、今ね、9104がさ、ちょっち気になるんだよな。9104ね。小点道でしょ。これね、あの、今日も言ったと思うけど、逃げろのチャートなんですよ。<laughs> 逃げろチャートなんだよね。こう、買いました、上がりません、下がってきました、逃げろなんだよね。これは、こう来ることが多いんですよ、毎日。多分、僕の経験からしてね。だから、ちょっと申し訳ない。僕は、船はいいっても言ってたけど、ちょっと申し訳ないけど、これ逃げろチャートになってるから、ちょっと他でちょっと検討してもらっていいですかね。ね。で、これはちょっと逃げといた方がいいと思うんだよね。もう逃げたかもしれないけどね。僕は、逃げろチャートって言うんだけど、こうやって、 落ちて上がって 5MA に阻まれてまた落ちるやつはね、逃げろチャートなんでね。逃げた方がいいっていうチャート。さらに下がる恐れがあるチャートになっています。今映ってましたよね。映ってましたよね。はい。さらに下がる可能性のあるチャートになっています。気をつけてくださいませ。で、今日あたり船の売買代金減ってて、ちょっと人気がかけてるからね。それもあんまり良くないんでね。 今回、決算が良くなかったから、もう船買ってもしょうがねえやと。他行くぜ、って。ね。あの、投資家って浮気症だからね。ミスター渡辺からメールをいただいております。ハセさん。でね、ミスター渡辺のメールはね、何回。もう、あの100、100%理解できません。<laughs> 宇宙、宇宙人だからね。ちょっとごめんなさいね。だから、理解し、しきれないところがありますが、皆さんからまた教えてください。ミスター渡辺から、長谷さん、こんにちは。ギャンジーです。 え昨日五月10日、これも昨日いただいたメールなんでね。え昨日の昨日でおとといの五月10日、CPI は勝ちましたよね、ギャンジーね。なぜか神様が微笑んでくれました。しかし、すぐに負けますから、笑っているのも今のうちだけです。また枕を鳴らすことになりますから。それにしても、ちょっだけでよくわかりません、ね、<laughs> できれば、制作、音楽制作っていうのもわかってほしいかったです。これも、ね、音楽制作って、 どういうことがねちょっとわからない、ね。で <laughs>、ね、音楽制作とこのね、金融政策を引っ掛けてみたいな、これがちょっと意味が、すごい深い意味があるんだよ。ギャンジーのメールにはね。だから、ちゃんと勉強しておかないと理解できない。ハ、ね、セさんは超超超有名なユーチューバーですから、みんなが応援しているし、動画で発信していますから、これにしました。ここはよくわからないんだなぁ。<laughs> しかし、自分でも惚れ惚れする、こじつけの天才か。 音楽制作となんとか制作うんすいません。すいません。<laughs> 誰か教えて。えー、それと毎日チ,チームは一回さんに謝ったのは、で、ここは謝ったもね、この、ここにね、謝った、これ謝罪、謝るって違う時代ね、本当、は。これわざと間違えてあるんだよね。えーわ、わざとか、ほん、あの、実際漢字知らないのかよくわからない。たぶん、わざと。 わざわざね。FOMC で一回下げたからです。あ,あげろ、あ、買えとか言ってたから、言ってたっけね。だからか。で、ね、えー、謝った。普通の人ならかられて終わったかもしれないので、価値も薄いし、なんてやつだ。えー、それから、今日11日の PPI は幅はないと思いますが、秘密です。なんだかショートケーキが食べたいな、なんて気分ですね。要するに、昨日の PPI はショートで入ったってことですね。どう昨日 PI はあんまり動かないと思ってて、 僕はあまり見てなかったんですけどね。ちょっと今、カーソルがどこいっちゃおーい、カーソルどこだ <laughs> ちょっと、チャートを出してくれ。チャートで、ドル円どうなったんだ昨日。ドル円。昨日、PPI。反応は、21時半だから。これか。あ、ショート。あまり値動きないけど、ショートでやるって勝ってんじゃん。ギャンジー連勝じゃん。 ねえ、ショートで下がってるから、連勝だね。幅ちょっとほとんどなかったから、まあでも早めに手締まってるんでしょうね。初めから幅がないことは分かってるから。PPI だからね。PPI 結構上がったんだけど、でも下がるってのは不思議だよね。上がれば上がるはずなんだけどね。でこれマーチンもいいけど、っていうのはこれマーチンゲルの話だよね。で、チームは1回って書いてるね。<laughs> マーチン、チームは1回。 もういいけど、損切り1に対して利確は2で置きましょうね。氷減損、高減で行きましょう。おギャンブルの時間だ。また、ミスターの上で、これはね、僕はあの研究した結果としては、損を小さくして、利を大きくすると、これはトータルでは勝てないっていうのは僕は研究結果では分かっていて、むしろ利を小さくして、損を大きくして、あんまり損切りしない方がトータルには勝てる。 じゃないのかっていうのが僕の結論ですけどね。まあ、FX についてはどうかわからないし、まあ、えー、そういうね、何か、えー、きっちりしたミスター渡辺がね理論、えー、理論というか、ちゃんと根拠に基づいてこうやっていらっしゃるということでね。ちょっと一部この音楽制作のところがわか, <laughs> からなかったんだけど、ね、こうやってヒントこんだけくれてるのにわかんない。すいませんね、アホで。<laughs> えー、ということで、ギャンジーからまたメール来るようになりましたんでね。えー、ちょっと、あ、ここタイトルね。タイトル CPI と PPI って感じですかね。えー、メールいただきました。ありがとうございました。また、えー、ギャンジーからのメール待ってます。はい。マイチンからの写真も待っています。えー、みんな写真のね、うまい人が、えー、いっぱいいて、えー、もともとのアンコロムチさん、富士山写真家、アンコロムチさん、そして、えー、ムコミさん、そしてゴロンさんもね、 前もなんかテレビ出てった時もなんかすごい一眼構えてましたよ、確か。ねそんな感じで、写真家、五郎さん。毎日も写真家。ということで、えー、みんな写真をね、撮る人が多いので。まあ今、携帯でね、手軽にも撮れるし、ということでまた、また皆さん、今日は写真の紹介ありませんが、皆さんからの写真もお待ちしております。今日1時間11分にわたっ12分かな、にわたってお届けしてまいりました。 えー、最後ミスターはダメのメールを紹介しましたが、ちょっと疲れも出てまいりましたので、えー、この辺りで終わっていこうかと思いますね。今日も割と早めにアップロードできるかなぁと思いますけどね、えー。今週1週間皆さんいかがでしたでしょうか決算に、えー、いろいろありましたね。CPI、PPI、えー、いろいろありましたんでね。えー、降らされた、ちょっとね、えー、逆行しちゃったとかね。焼かれてるとかね。そういう人もいるかもしれませんが。 週末はゆっくり休んで、また来週から頑張っていきましょう。ということでね、今日はこんなテーマ、えー、株投資でなかなか勝てない理由、なかなか勝つのは難しいという話をね、してまいりました。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週、えー、15日はやると思うんでね、ただそのうちちょっと一回月曜日休ませてください。え、ちょっと静岡しばらく行ってないからちょっと行きたいしね。<laughs> そんなのもあって、えー、ちょっと、 ね一回そろそろ休憩しないと身が持たないかなって感じになってますえ皆様も疲れたらしっかり休息を取っていただいて、えー、良い週末を過ごしていただいて充電していただいてまた来週から頑張っていきましょうえ皆様お便りありがとうございましたえそしてキエンスじいちゃんキエンスじいちゃん卒業おめでとうしばらくゆっくりすればいいのになんでまたすぐエンティティ買うん <laughs> ちょっと休めばいいのにねやっぱあれだな みんな、ギャンジーと同じだね。はい。結局ね <laughs>。それでは皆さん、ごきげんよう。ラジオエジでした。また来週。